昨日うまかったズワイガニのやつの毛ガニです。これほんま超うめ。店はね、これバルナバフーズさんですね。これあのぜひともお歳暮とかにあげたら喜ばれると思います。あとどん兵衛特盛を食べたいと思います。クリスマスいかがお過ごしでしたか皆さん。私はぼっちで昨日飲んで動画撮ってました。食べたいと思います。よし、よしこだ、はい。というわけで、はい、どうもパチパチ協会でございます。というわけで今日はどん兵衛特盛、これもう5分経ってないよな。でズワイガニじゃない毛ガニです。今日はまだあと2つぐらいあったかな。楽しみ。これちょっといけてないやろな、多分な。まだいけてるんかな。5分は経ってない気がするんだけどな。まあでも3分ぐらいから食べれるようになってるっしょ、ある程度ね。うん、他で知りよう。皆さんクリスマスいかがお過ごしでしたか。いいこともありました。僕はね結構ねめんどくさいクリスマスでしたけど、最終的に飲んでね楽しくなりました。結局飲むと大体楽しくなりますよね。というわけでいただきます。うまっ。うまいな。うまい。昨日のちょうどズワイガニのやつ食べてた時ね、あれがクリボッチのね、クリボッチ撮影してた最後やったんですよ。で多分記憶はあの浅はかですけど、7時ぐらいには多分終わってたので、そっからさ魚が水面でバクってやってる音してる、餌食ってる音ね。その時間飲むとね寝る頃にはね冷めてる。ちょうどよかった。今日から仕事やったから。4時半ぐらいから飲んで、チキンも食ってね。アピ、何回やとさ、俺らみたいなさ動画投稿しててさ、ライブとかもやってるタイプからすると一人やけど、なんか飲み友達がいっぱいいるみたいなもんですよ。ライブしたら来てくれる人いるし、それはねありがたい。なんか喋りてえなと思ったりとかさ、なんか一人で飲んで、あんま一人で飲むことないかな家で俺は。飲むから配信しようかなみたいな感じで。なんですけど、いやありがたい話よね。だからね、毎回 YouTube のライブにしろ、ツイキャスにしても来てくれるし、昨日もだから4時半にやってたけど結構人数来てくれてたし、クリぼっちだけどクリぼっち同士飲もうぜみたいな、ね、雰囲気で楽しかった。だから今週末にはもう正月でしょ。今週末には正月じゃないか、もう今週で正月月曜日、正月で何曜日、元旦。来週の月曜日で終わりか今年はね。
来週の月曜日、まあ、で今週で皆さん仕事納めでしょ、少なくとも今週末の29日がもうちょっとですな、うん、今年ももう早いよね、クリスマス終わりはもう1週間ないし、マジうまい、これもうそれは当たり前のように年末年始の予定とかある人はもう決まってると思うけど、結局俺も出かけることになるんやけど、もう家にいやったら雪だろうが何だろうがいいんですけど、出かけるとなって雪だな雨だったらちょっと嫌やな。年末はみんなあれ見んのかな、紅白か滑らない滑らないで笑ってはいけないごつい感じ、ごつい感じちゃうわ、泣きの使い、うん、自分はもう何年も見てないですね、笑ってはいけないに関しては 5,6 年見てないちゃうかな、5年ぐらい見てないかな。いやあれも毎年恒例になってきてていいんかもしれへんけど、昔って毎年違ったんですよ、最初24時間鬼ごっこみたいなとかやってたり、あのまっちゃん一人で旅館心霊旅館泊まるとか、もともとは罰ゲームやったんでね、あれね、うん、で笑ってはいけないもう罰ゲーム、最初だからどっちかやったと思うよね、まっちゃんかはまちゃんチームの仕掛け人で、それが今やもう全員やもんね、ほんで長くなってきたし、なんか違うのもやってほしいなと思うよな、昔のあの罰ゲーム感の時も面白く、罰ゲーム感の時の方が面白かったよな、安心して見れるっていうのもあるのかな、笑いの安定感があるしね、やっぱり、うん、よっしゃ曲がった。というわけで建物協会、今日は毛ガニの毛ガニ飯とどん兵衛うどん、きつねうどん大盛り特盛り特盛りを食べました。ごちそうさまでした、美味しかったです。というわけで残り数日頑張って良い年をお迎えください。